えー、久々にお届けさせていただく騎士紹介シリーズなんですけども、えー、こちらのシリーズというのをねまたちょっと、えーまあ、続けざまにという形でねお届けさせていただければと思うんですけどもあのー、このガ、ね、ネ、えー、が特徴な方でございますけども、えー、この方は、えー、あのー、まあ有名な方ではありますけども、えー、金安次郎名誉九段っていうのがあるんですね。 かっこいいらっしゃいましてえまあ今安次郎さんですねすいません失礼しましたこの方は秋田県の大勝町え小勝郡魚子町出,出身のえ方でございましてえ岸和野が一番なんですねでえこの今安次郎さんは関根金次郎中三世名人のまあ 角稼ぎということになるんですけどもその関根さんそして近保次郎さんのまあ教えというものを引き続いている今回紹介するのは山本九段でございます富山県ですね富山県出身の将棋の棋士でございます。ちなみに 富山県で生まれたことしかわからないんですねと、えー、この市町村で生まれたのかはちょっと不明ですね、えー、岸番号が27番、えー、また筆筆活、えー、執筆活動も行っておりましてこの時には、えー、この際には山本神代子の、えー、ペンネームを使用しています えー、なので、いくつか、えー、著作があるということでね、えー、山本武雄さんがあ作ったあ本というのが、えー、いくつかあ、ま、出品されているということですね。では、彼の記歴について見ていきたいと思います。えー、1933年、この際に、えーきえー、今安次郎先生に入門します。えー、このドーモにはですね、 えー、高柳敏夫名誉九段がいます、えー、この高柳敏夫九段につきましてはまた後ほど、えー、紹介します31番の方です、えー、三段時代の1940年将棋大制会、えー、これは日本将棋連盟の前身ですね、えー、から第1回モンハン棋士の表彰を受けます、えー、1941年 余、えー、談に昇段プロ入りということになりまして順位戦では第1期から参加します、えー、第3期に C 級が、えー、1組と2組で分かれるのにあたりまして第2期、えー、C 級順位戦の上位の成績を、えー、上げまして、えー、C 級1組の在籍となります、えー、それで、えー、6段に昇格まあ C 級1組ということでね さらに第3期 C 級1組順位戦で6勝3敗これは12中2という好成績を収めますこの成績で B 級昇級を決めまして2年連続昇段7段となります第6期順位戦 B 級では6勝6敗の差し分けで第7期 B 級1組在籍となりますが第7期5勝7敗と乖離値にさせられまして え次期の B 級1組定員削減のため B 級2組へ、えー、降格ということとになります、えー、B 級1組な、えー、というのはねまあこれ今でもそうなんですけども、えー、かなりやばいメンツ、まあ、強さで言ってもねあの A 級棋士っていうと、まあ、渡辺先生とか豊島先生とかね、えー、糸谷先生とかがまあいるわけなんですけどもこの B 級っていうのはねものすごい棋でして、えー、まあ藤井先生も現在ね えー、ここにいましてまた佐藤康光先生とかね、えー、かなりのこうメンツが揃ってるわけなんですよ <laughs> はい、えー、ということでまあこれは現在の話なんでねさておき、えー、その後1953年第1回 B 級選抜トーナメントにて優勝することになりますはい、えー、なのでこの1953年あたりでまあ要は一度優勝してるということでねまあ 8段の昇格というところでね回、まあ、ったんですけど、まあ、ここからは見送られまして、えー、第21期第22期、えー、この C 級1組順位戦で、えー、2期連続、えー、高級手、えー、したことにもよりまして、えー、C 級2組で指すことはなかったということでまあ一度優勝はありつつもその後降格、えー、を繰り返していまして、えー、C 級にこう落ちてしまって。 さらに C 級でとどまりかけず、まあその下でこう刺すようになったということもありまして、えー、元気をこう引退したということになりますね。なので、えー、元気中に八段に昇格、また九段に昇格ということは、えー、なかったということですね。で、1968年に引退を表明するわけなんですけども、この引退と同時に八段の段位を送られまして、永年貴族、永年金属、騎士表明も受けます。 また日本将棋連盟の理事も、えー、長く務めていたのも、えー、この山本武雄九段ということになりますまたこの時は山本武雄八段と言った方がいいかもしれませんねそして第14回戦将棋大賞、えー、東京将棋記者賞、えー、将棋記者会賞を受賞します恒例、えー、は同賞制定から8人目という快挙になりますねえー、1992年には春の主勲賞、えー、春の まあ叙勲賞が行われましてこれ勲後と総高旭日賞を受賞しますそして1993年九段に押されまして昇え昇談しますがその翌年残念ながら萩生のためこの世からこうね残念ながら亡くなってしまっております去年77歳ということだったんですけども まあ彼の喜歴とかこう商談の功績を見ていきますと、えー、プロに入門したのが、えー、1941年1月1日で、えーまあ、プロ入りということになりまして、えー、そこから、えー、10年の間ですね10年の間は比較的こう伸びしろがあって、えー、1949年までに七段昇格ということにこうなったわけなんですけどもただ1950年以降からこうなかなか。 えー、段がこう上がらず、まあ、勝利数もなかなか、ねえー、上がらないというところもありまして永久、えー、にも、ねえー、一度もこう上がることなくむしろ降格していくばかりで非常に、ねえー、悔やまれる棋士、まあ、生活だったのかなと思うところはありますね。ということで本日はご視聴ありがとうございました。